で、第5条なんですけど、経済的成功をもたらすためには定期的に考え直すっていうことが必要で、で、6つ目なんですけど、やってみないと結論が出せないことは、とにかくまずやるって決めてます。で、第5条なんですけど、経済的成功をもたらすためには定期的に考え直すっていうことが必要で、人生戦略を見つめ直すというか、例えば値動きとかも進展したらもう一回考えますよね。無思考で同じ成功法則を繰り返そうとするほど傷を深めるんですよ。上昇試合だったのが突然下落試合になった時とかに、この時に早期に察知するっていう変化を、これ第一。そしてもう一つは、その定期的に考え直さなきゃいけないです。1ヶ月間とかは決めたことで思いっきり走るんですよ。その時に余計なこと考え直すなんていらないんですよ。だけど、ふと1ヶ月に1回でもね、まあ1ヶ月に1回ぐらいだな、私の場合は。本当に過去を振り返ってみて、これで正しいのかっていうことだったりとか、進んだことによって見えた景色がある。その終わった段階でもう1回考え直して、整理して人生戦略っていうのを作り直すんですよ。こうやって計画っていうのはアップデートされていくんです。法則がアップデートされるように。ね。はい。もう全部大事なことは多分短期投資が教えてくれてますよね。短期投資は一番シビアですからね。人生成功法則を凝縮したような世界なんだよね。はい。これが第5条。定期的に考え直す。計画は修正していいし、当然しなきゃいけない。覚えておいてください。で、6つ目なんですけど、やってみないと結論が出せないことは、とにかくまずやるって決めてます。 やってみないと結論が出せないことっていっぱいあるんですよ。皆さんも短期トレードとかを始める前に、わかんないけどやってみた。皆さんは第一歩を踏んでるんですよ。ただ、入って何も動画聞いてないとか、値動き見てないとか、そういう人は、正直悪いですけど、論外ですけど、でもそれはもったいないじゃないですか。だけど、一歩踏み出してやってみて、ね、自分がどう思ったのか、この世界に可能性があるのかね、今後見ていく、与座が言ってることは本当なのかっていうことに対して、自分自身でもどう思ったのかってあるじゃないですか。だけど、やる前は全く結論なんて出せないですよね。投資っていうものとかに対しても。それ以外の世の中すべてそうですよ。付き合ってみないと女性が本当にいいかはなんて分かんないんですよ。そうですよね。まあ、体の関係とかもそうかもしれないですよね。体の関係があって、その後がどうなのかって。でも、今の、まあ、女性とかっていうのはね、付き合うまではどうとかってあるじゃないですか。変な話ですけど。でも、欧米とかだとね、結婚する前にそのフリーで自由にお付き合い、複数とできるような期間っていうのがあるっていうね、文化とかもあるんですよ。その、やってみないと結論が出せないことに対して、事前にこうなんじゃないかって決めつけたりとか、わかんないことはやめとこうとかって思うっていうのがすごい損失で、今後もそれは思った方がいいですよ。興味はあると。やってみないと分かんないんだったら、とりあえずやった方がいいです。これは本当に間違いない。私もそう、不動産投資とかも日本から出る前にやってみないと分かんないと思ってたけど、やっぱ結果やってよかったですよ。自宅とかも今回買ってみましたけど、初めてね。やっぱすごい、全然こんなに感覚が違うんだなって。だって工事だって自由にできるし、今後更新とかをする手間もないし、誰にも壁をにどんだけ穴ぶち開けてもね、赤ちゃんが壁全面にパンダの落書きしようともね、別に困んないじゃないですか、自分の家なんで。で、固定費がかかんないっていうところですよね。このブルジュハリファとかの家賃って高いですから、そういうのとかを含めても、やっぱやってみて、初めてこんなに、自分が納得する家ですよ。非常に優れた環境で、住環境にね、まあ、その現金一括で買えるんだったら当然買った方がいいと思ってて、もちろんそれが簡単にできないから、ローンになるとこれはまた別問題なんですよ。縛られちゃうから、その地に、その後の人生の修正っていうのに対応できなくなる可能性があります。純資産が目減りすると、売却しても持ち出さなきゃいけない。まあ、持ち出せれば全然いいと思うんですけど、ローンじゃないマイホームってやっぱいいと思ってて、こういうのもやってみないと分かんなかったです。海外生活とかに関しても、ドバイってみんなが中東紛争に巻き込まれるんじゃないか、テロの脅威がある、暑すぎて生活ができない、あと砂漠ってどうなのとか、あとはそのイスラムの戒律が厳しすぎるとかね、婚外性交渉を逮捕されるとか、たまにニュースになったりしますし、ラマダンとかよくわかんないとかね、豚肉が食べれない、お酒が売ってないとか。だけど、来てみたら、リカーライセンスも取れるし、
自由恋愛みんなしてるし、結局なんていうの、話とか噂とかとは全然違うっていうか、あので、無税は本当に無税だったし、すごくいいですよ。こんなにこれを超える国はないってやっぱ今でも思ってる。だからマイホーム買ったわけですよね、3ヶ月過ごして。それで嫌だったらマイホームは買わないですよね、不動産投資はしても。だからそれもやってみないと分かんなかった。実際には豚肉だって、非イスラムコーナーっていうのがあって、毎日豚肉食べてますよ。お酒も飲めるし、だってそもそも下に和食の箸っていうのが入ってて、日本酒も飲めるしね、焼酎だって飲める、山崎のロックだって飲めるし、寿司だってあるしね、全然なんていうの、話と違ったんですよ。やってみないと分かんないのに勝手に決めつけるのやめた方がいいですよね。だから自分が今後知らないことを決めつけるのも人に対してね、やめた方がいいですよ。だ、同性愛とかだって、その世界ですごい、私たち異性とかのね、普通の通常よりも愛情が深いかもしれないですよね。そうですよ、私はそうやっていつも思ってて、その自分が知らないことを勝手に決めつけて憶測で断じるとか論外っていうか言語道断なんですよ。やってみないと結論が出せないことって今後も皆さんの人生にたくさん来ます。そう思うんだったらとにかくやってみることがいいです。いろんな金融商品とかもリスクを経験しながらやってみれば、どんどんびっくりするほど人生が進化しますから、これ覚えてください。